にちは、ビオキ一太郎です。今回はですね、ツタヤのアルバイトスタッフの人がツイッターで不適切な発言をしたことについて、客観的な意見と自分の気持ちについてお話ししていきたいかなと思います。でですね、今回は2018年11月15日、株式会社ツタヤは公式サイトで愛知県東海市荒尾町の店舗アルバイトスタッフによる不適切な SNS 投稿について謝罪したということで、ネット上では原爆投下の写真がプリントされた T シャツを過去に着用していたなどが騒動となっている韓国の人気グループ防弾少年団 BTS ファンのツタヤの女性店員がバイト先のレンタルビデオ店で客が BTS の悪口を話していたとして激怒。自身の SNS で個人情報を取り扱う仕事上、名前から性癖まで暴露可能だと脅迫めいたツイートをし、炎上する騒動となったということで、ツタヤ同社は15日公式サイトに店舗アルバイトスタッフによる不適切な SNS 投稿に関するお詫びと題して、この度ツタヤの FC 加盟企業が運営するツタヤ荒尾店のアルバイトスタッフのツイッター上での発言におきまして、大変不適切な表現がありましたことを心より深くお詫び申し上げますと謝罪を搭載したということですね。でですね、客観的な意見としては、店員怖いっていうこと、個人情報がもろに書いてあるので、アルバイトスタッフでもそういうのを見れたりするんだなっていう点と、個人特定がすごい早い。もう、特定されちゃったし、塾講師の内定をもらってたけらしいけど、なくなったのかな、今回の件でっていったコメントとかもあったりするのでます。そんな感じかな。そんな感じですね。でですね、自分の気持ちとしては、多分、おいくつの方とかそういったことが書いてないので、なんとも言えないんですけど、ある程度、年いった大人ですよね。塾講師だから大学卒になるくらいの年齢なのかな。そこはちょっとわかんないんですけど、20歳は超えてんのかな、書いてないからわからないけれど、20歳超えてたとしたら、大人なので、こういったことがこうなるっていう結果っていうのは分かってたのじゃないの、責任取れるよねっていうことで、仕方ないかなっていう感じはすごい思います。個人情報ってすごい、大事なもので、それ一つで会社潰れちゃうんじゃねっていうぐらい大ごとなことなんじゃないかなと。ここの企業は個人情報を漏洩してしまう簡単に企業なんだなっていうイメージがすごいついてしまうので、女性スタッフの人もすごい痛いけれど、企業にとって超ダメージ食らってる感じですね。相当。企業イメージすごい悪くなるもん、これ。そんな感じかな。あとな、なんか言おうとしたけど忘れちゃった。なんだっけな。個人情報、そんな感じです。はい。ネットで、ツイートしてその内容を、名前から性癖まで暴露可能だと脅迫めいたツイートをしっていうことで、ツイートして、そのツイートって、鍵多分ついてなかったんでしょうね。みんな見れるんだから。すごい発信力があるもの、一度火がついたものは消えない。どんどんエスカレートしてっていうことですよね。なので、こういった SNS とか使う方は、すごい
注意した方がいいですよっていうことですね。まあ、写真とか載せちゃったら、まあ、それ撮れちゃうしね、もうすぐにコピーしたりとかで、そのコピーした写真を悪用されたりとかもすぐできるし、まあ、しかも、住所とか書いてあったらもうバレちゃうしね、まあ、バレちゃうっていうか書いちゃってるし、ね、なので、まあ、本当にこういったネット関係とかってすごい注意しないと危ないですよっていうことですね。まあ、あとストーカーとかすぐされちゃうよ、その住所が書いてあったりとか、その写真で近場のところ撮ったら、あ、この辺に住んでるんだっていうのは特定されちゃうし、まあ、なのでやっぱり注意すごい必要だと思います、思っている以上に。そんな感じですね。はい、ということでですね、今回はツタヤスタッフが、まあ、なんて言えばいいんだろうね、不適切な投稿をツイートしたことについてお話ししてきました。では、ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタン、よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。